皆さんこんにちは。今回紹介するのは日本のタレント、歌手、元グラビアアイドルの吉木りささんです。1987年7月27日生まれ、千葉県浦安市出身。所属事務所はフィット、愛称はリッチやんヨスキーであり、インスタでは娘と一緒に豊満な水着姿を披露し、あざとかわいいと話題を呼んだリッチやん。その人妻からあふれるエロさに私の息子も大きくなってしまいました。そんなりっちゃんの気になる3サイズは一番最後に発表しますので、最後まで息子は元気にしたままご覧ください。中学生の頃は漫画家を目指していましたが、アイドルに憧れるようになり、中学2年時にモーニング娘。ラブオーディション21を受けましたが落選し、高校1年生の春に原宿で芸能事務所フィット1のスタッフにスカウトされて芸能界入りを果たしました。そして演歌歌手としてデビューすることが決まり、約2年間のレッスンを受け、もともと母親が演歌や民謡好きで、小学4年生から民謡を習い始め、中学の時には地域の大会で優勝したこともあるほどだったため、歌い方を根本的に変えるのに苦労したと語っています。また2004年11月に最初のイメージビデオ恋を発表し、当時はグラビア活動に対して両親の反対にあっていましたが、20歳になった頃には理解してもらえるようになり、2008年12月24日には坂本冬美の夜桜を七のカバーで徳間ジャパンコミュニケーションズから歌手デビューしました。2009年8月からフジテレビのバラエティ番組キャンパスナイトフジに出演して注目を集め、以降さまざまな雑誌の表紙やグラビアページを飾り、写真集やイメージ DVD を発売する一方、ドラマや映画、バラエティ番組など多方面で活躍するようになりました。そして2010年3月に亜細亜大学を卒業し、同じ時期にキャンパスナイトフジも終了。その時に出演者からなるユニットキャンパスナイターズ、エロくないのにエロく聞こえる歌しこたま頑張れを発表し、オリコン週間チャートで最高16位を記録しました。2011年1月には週刊誌スパでのリリー・フランキーによる連載グラビアン魂で2010年ベストグラビアンに選ばれ、同年3月2日に吉木りさ名義でシングル「ディスタンイストワール」を発表しました。ちなみに同曲はテレビ東京のアニメゴシックのオープニングテーマに起用されました。2014年3月5日には吉木りさ名義にて自身初のオリジナルアルバム「テントミノ」をリリースし、同年6月28日に出身地である千葉県で10月19日に開催される千葉アクアラインマラソン2014の PR 大使に就任しました。その後2017年11月22日に俳優の和田正人さんと結婚し、2019年6月3日に第一子妊娠を報告、10月27日に第一子となる女児を出産したことを報告しました。2021年3月には翌4月からスタートするテレビ東京系アニメ妖怪ウォッチのエンディング妖怪体操で7年ぶりに歌手業に復帰し、2022年10月26日に第二子男児の出産を報告しました。趣味はアニメ、 BL 漫画読書であり、特技は民謡、三味線演奏です。また桃色クローバー G のファンでもあります。2010年放送のテレビ朝日のバラエティ番組ドスペに顔面研究バラエティお顔学会において、顔の黄金比率に基づいた人相学で日本タレント名鑑中の写真の中で最も美人な顔に選ばれ、アイドル評論家の北川雅宏さんは、彼女の魅力はいかにもお嬢様前とした正統派美女のルックスなのに、あんなにエロい格好をしているというギャップだと評しています。それでは最後にリッチーアンの3サイズを発表します。上から80、59、88のカップ数は C カップという予想が多いようです。ドスケベすぎるりっちゃんの体に私の股間の妖怪も暴れ出しそうです。でも妖怪のせいだから仕方ないですよね。ということで、今後も目が離せない、活躍されること間違いなしの吉木りささんをこれからも応援していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは素敵な女性のエピソードを紹介するとともに、えりすぐりでちょっとエッチな写真も交えて紹介していきます。この動画を見て股間の妖怪が暴れ出してしまった方は、ぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではこの後はリッチーアンとの二人っきりのお時間をお楽しみください。ではまた次の動画でお会いしましょう。